こんにちは、新鮮堂薬局鈴木邦明です。皆さんどうやら12月のどのタイミングかわかんないですよね。店によって違うんだと思いますけど、12月から順次、小麦がなくなったからラーメン作れませんとか、パンが作れませんとか、そんな形、肉も含めてでしょうね。肉、あとは、トウモロコシとかもなくなるんだろうし、大豆もなくなってきますよね。だから12月ぐらいになったら大豆なくなってしまう、トウモロコシも大豆もなくなってしまうということなんで、家畜の餌がなくなってしまうということが起きるんだろうと思います。逆に言えば、この島根県知事の11月に忘年会をっていうのは、11月までは在庫あるから落ち着い、慌てないで、やってねっていうことなんでしょうね。はい。ちょっと簡単にご紹介しますけれども、島根県知事ですね、忘年会を11月中に実施していただくなど、飲食店の利用を積極的に早期にご利用いただきたい。で、11月っていうのはすごい、島根って忙しいんですって。実は11月は出雲大社の神在月ね。ですから島根県知事が出雲大社のある県だということをちょっと皆さんもね、注目していただければ、11月までは大丈夫だよ、12月になったらなくなるからねっていうことですよね。はい。で、本当、誠に岐阜美濃の方にはもうね、坂野さん、畑野さんには申し訳なかったんですけれども、おそらくこのイベントは世界的なイベントと重なってしまって、ちょっと無理私が言ったもんだから日にちずらして、この配信があった今日だったらできたのにって怒られちゃう本当は今日だったんですよね。それを私が余分なこと言って日にちずらしてもらったんですけど、でも逆に言えば、これが世界的なイベントが起きた後にやっていただくと、目覚めた方が気持ちよく参加できると思いますので、また日程決まったら教えてください。で、お金本当払い込んでる方々には、そのまま繰り越しで、参加の場合にはそのまんまで、もし何て言うんですか、その日だといけないってことでキャンセルっていう場合にはお金返金しますので安心して、お待ちください。で、こちらの静岡の方もおそらくで、ね、同じ日ですから11月5日、多分できなくなると思いますので、日程ずらして、またこちらも同じように、食事会と、昼間の参加費ですね、それ返金希望の方はちゃんと返金しますので安心して、待っててください。それでこちらの話また続けますけれども、もう今更ね、付け加えることもないんだと思うんですけども、干ばつとか、水害で、もう本当世界中の穀物や野菜の収穫量が減少することは間違いないと、ね、東大の鈴木教授も食糧危機はもう始まっているんだって言っています。で、おそらくなんですけど、インドがもうね、米の輸出を制限かけてきてますので、多くの国が農作物の輸出を停止することになると思います。その結果、日本が食料危機となることはもう間違いないでしょう。で、こちらのね、こちらも情報開示のブログなんですけれども、この2023年の食料危機はほとんどの人が想像するよりもはるかに深刻になるっていうふうに指摘、もう警笛を鳴らしてるっていうことですのでね是非皆さんも本当、土日、今度の今日明日とは言わずね、11月までは在庫があるということで、もし余裕があるのなら、ご家族の分だけじゃなくて親戚とかね、友人の分まで、備えていただければと思います。とにかく正直ね、田舎の方はまだ専業農家さんもいらっしゃるので、それでもなんとか食いつなぐことができるんだと思うんですけど、東京とか大阪は本当、正直本当に
食べるもんなくて、ね、餓死者が出るレベルになるんじゃないかということと、あと治安も悪化する可能性が高いので、まあ、悪化しますので、まあ、本当お嬢さんとかがね、東京、まあ、うちは次女はもう帰ってこさせるつもりでいますけれども、もうちょっと大丈夫だとかっているよりは、もう今後の状況を見て、11月中は島根県知事が忘年会できるよって言ってるぐらいなんで、12月ぐらいになったらさっさと帰ってこさせるのが賢明ではないのかなと、個人的には思っています。まあ皆さんもね、東京にお住まいの方も多いと思いますので、まあ11月中にあっちこっち疎開先を見に行ってみるというのもね、必要なのかなという気はしていますので、一応頭の片隅に入れて、計画だけは立てていただけるようにお願いします。まあ本当今日も、まあ、ほとんど毎日同じような LINE でね、つながった方々、すいません、私ね、本当にいろんなところでグループ作った関係で、多いとね、LINE の何と投稿っていうんですか、いくつとかって出るじゃないですか。あれ、800とかね、900とかってなってることがあるんですよ。だから、もう全然ね、読めません。これでメールも来ますし、ね、本当、あと何、携帯の方に、ガラケーで私、基本使ってるんですけど、ガラケーの方に、もうショートメールもいっぱい来るんですよ。だから1日多い時は1000以上送るので、全部読み切れてないんですけれども、そんな中でもね、この YouTube のチャンネルで、私が話してるのを聞くと、それでも安心できるんですよみたいな、お言葉を頂戴、ほぼ毎日しております。本当にありがとうございます。だから今ね、大きなイベントが終わるまでは1日2回の配信を続けているわけです。まあとりあえずイベントが始まっちゃったら、ちょっと他にやることも出てくるので、また1日1回の配信に、戻りますので、おそらく11月になったら1日あ11月のそうですね、まあ5日ぐらいまでは1日2回が続くのかな。まあその後インターネットが遮断されるということですから、それが終わった後は1日1回の配信のペースに、なると思いますので、一応その辺、あらかじめ、ご了承ください。まあその時には多分3時半に、流すという形で続くのかな。まあなんかわかんないですけど、今日ね、YouTube の方から新しい、なんて言うんですか、チャンネルがあなたは使えますよっていう連絡が来たんですよね。まあどういう意味があるのかわからないんですけど、まあ、場合によったら今までのやつが消えちゃうから、今度からこっちでやってっていうことなのかなとも思ってます。まあ話いろいろ飛びましたけれども、11月ね、中に、本当最後の楽しみ 12月になったら、まあこのお店にはまだもうちょっと在庫あるけど、このお店はなくなってるとかっていう まあそんな形になってしまうんだと思いますので、まあその際にはね、今静岡なんかでも専業農家の方って、ほとんどの方が飲食店に食料をね、納入してるんですよね、野菜なんかを。で、そういう方々もね、飲食店が営業できなくなったら、そこに卸すこともなくなっちゃうので、まあ運送、宅配の運送がどうなるかわかんないんですが、そういう農家さんから、野菜を買っていただくような形の仕組みも、私ちょっと今、ちょっと考えていますので、まあ運送、宅急便がどうなるかわからないので、静岡の方は静岡の方っていうね、お近くの方レベルになってしまうのかもしれませんけどね。まあ一応そういうことも考えているということ、あと岩手の方なんですけど、もし、米の備蓄が足りなくて、で、運送会社が動いていたら、
お米を譲っていただくこともできると思いますので、またどうしてももうなくなっちゃったみたいな話があったら、言っていただければ、私が聞いてみますので、一応そういうことも頭の片隅に入れておいていただければと思います。それではもう本当に本格的に始まると思います。ぜひ皆さん、最後、本当、眠っちゃってた方々は、もう慌てるどころの話ではないので、とにかく現時点で鬱っぽくなっちゃってる方がね、ご家族にいらっしゃるのならば、本当に注意して見ていてあげてください。こういう話を聞いてたよって、例えばこのチャンネルでこういうことを言ってて、今からエゼキエル戦争が起きるって初めからこの人知ってたんだから、これって大丈夫なんだよみたいな話ができるだけで随分違うんじゃないかと思ってますので、はい、ぜひ、そんな形で、うつっぽい人がいたら使ってください。そうしないと本当に怖いです。警察の方の話しましたかね。家の中で亡くなっている方が結構多いらしいんです。で、その中の結構な割合が自殺だそうです。はい。ですから、本当に今のタイミングでそういう、とんでもない、エゼキエル戦争、第三次世界大戦みたいなものが起きたって言ったら、もう本当人生に悲観してってことが十分考えられますので、はい、ぜひその辺もご注意ください。それでは今回の話は以上です。ありがとうございました。